心霊喫茶、エクストラの秘密、ザリアルエクソシストマイナスは、幸福の科学出版制作による2020年5月15日に、公開の実写日本映画。幸福の科学の劇場映画としては、第18作目。2019年6月20日、映画の概要が公表され、主演を務める千眼よしこのコメントと、主題歌、ザリアルエクソシストのリリース予定が発表された。 2019年11月20日には映画概要がマスコミリリースされ、千願、よしこの歌うイメージソングも公表された。2020年2月23日にモナコ国際映画祭で最優秀作品賞を受賞し、ナイジェリアのエコ国際映画祭でも最優秀作品賞を受賞するなど合計6カ国で21巻を獲得した。その後合計6カ国で26巻。 その後2020年9月時点で8カ国55カ2020年5月15日に日本国内で劇場を公開され政府の緊急事態宣言の対象地域以外の映画館66館で上映された。ただし映画館の判断で上映延期のところもある。2020年5月16日東京都内の日本消防会館にて マスコミ向けの特別試写会が衛生面等への十分な配慮を行った上で行われ、舞台挨拶が行われた。ステージにはソーシャルディスタンスを図りながら、主演の仙よし子をはじめ、イラコミライ、岸シマ小田忠し鏡監督の4人が登壇した。2020年5月18日、工業通信社の調査による5月16日17日の 週末工業成績集計で1位を獲得した。新型コロナウイルスの感染拡大により他の新作映画が上映延期となる中で5月18日に発表されたランキング発表での唯一の新作映画として登場した。政府の緊急事態宣言の対象地域であった地域の一部、大阪府、京都府、兵庫県などで解除となり、 5月22日より、上映の映画館が146館にまで拡大した。2020年5月25日、工業通信社の調査による5月23日24日の集計も1位となり、2週連続となった。政府の緊急事態宣言の全国的解除により、第3週目となる5月29日より、上映映画館が約40館ほど増えて180。 以上にまで拡大した。2020年6月1日、工業通信社の調査による5月30日31日の週末観客動員数ランキング集計も1位となり、3週連続となった。首都圏でも6月1日より、ほとんどの映画館が再開し、216館で上映し、6月5日からは224館で上映となり、 当初の予定の館数より4巻多くなった。2020年6月4日に、東京渋谷のヒューマントラストシネマ渋谷で大ヒット五霊舞台挨拶が行われ、千岩よしこ、い子、こみら来、大浦隆一の3人が登壇した。メレフィス役のオリー・アユミもビデオ映像で参加した。この内容の一部は、翌日6月5日関西の読売テレビと、朝日放送で放送されたか、 中日新聞など多数のメディアで報道された。2020年6月8日、工業通信社の調査による6月6日7日の週末観客動員数ランキング集計も1位となり、4週連続となった。2020年6月15日、工業通信社の調査による6月13日14日の週末観客動員数ランキング集計も1位となり、5週連続となった。 2020年8月7日、台湾での上映が始まる。都会の喧騒の中に静かに佇む小さな喫茶店、エクストラのアルバイト店員として働くさゆりは、喫茶の接客の他に悩み事相談をしている。それは、霊感を生かし修行の結果得られた能力で客の悩み事を次々と解決していた。さゆりへの相談で救われたイサムは、 相談の手伝いをしてゆくことになる。HSU 調整村キャンパス東京都港区台場と江東区大海をつなぐテレポートブリッジありがとうございます。